向こう側でスバル。お、来た来たよ来たよ。あー今、あるの当たりがあったから、でもそこで自己紹介から。いいよ、こっから手を上げて。はーい。去年に続き、私も今回、ご指導いただけるということで、ありがとうございます。話も一説にはあります。で、武士しかしなかったので、なかなか庶民ができなくて。おはようございます。武将と申します。今日はよろしくお願いします。今日は小栗さんとですね、中区と実況の方を対応させていただきます。はい、今日でね、2回目っていう方もあるみたいですけれども、あ、すごいね、あの、アユというのゲットです。はい、はい、はい。アユの一生について簡単に説明をします。じゃあ、ここにピュッと来て、縄張りアユいるところに他のアユが来ると、実際、まあ、ここに縄張りアユ、これが縄張りアユだと、まあですね、まあ理想の部分で皆さんに体験していただけるかなと思います。はい、講師の方、周りをぐるっと囲むような形で。なんか皆さん、やるぞとか、やるぞ。ちょっと待って、野沢さんのペアの方、やるぞ。なら、ここで踊りをもらって、そこの踊り合いって書いてあるから、踊り。金松さん、金松さんのペアの方、なら踊りをこちらの、はい、あの踊り合いの。宇佐美さん、宇佐美さんの先生。はい、そうそう。講師の人、あの橋から下、はい、橋から下です。当然行くわ。はい、はい、石木さんの。塩田さんの。はい、お願いします。頑張ってよ。行きます。頑張ってよ。頑張ります。頑張ってね。頑張ってよ。お願いします。頑張ってよ。頑張ってよ。先生方、ね、上の2本橋があるんで。橋と橋の間でやってくださいということになったんで、お土産係頼むよ。最近です。はいはい。ずらせます。ずらせますよ。ずらせますよ。金子先生やでね、そら。いいよ。もういいの？いいよ。頑張ってよ。頑張ると。頑張ります。2回目やでね。2回目です。去年は釣れなかったけど。釣れなかった？はい。あ、本当。ね、じゃあ、釣らせてね。頑張ります。まいちゃん先生、よろしくね。今日の意気込みはどうですか？精一頑張ります。仕掛けは今日水中糸はアーマードの01。アーマード、はい、ナイロンの04はやめた。ナイロンの04は、まあ、くず湯で、まあ、必殺技で出そうかな。ここに鮎がついて、ここにノアユって言って、あのさっき多分そうだと思うけど、アユが光るって言って大丈夫です。鼻に行きます。通せたら
張りをポイントまでも持っていっていいですか。いいよ。あの目印は目印を持ってる方がすごい目印今の感じで多分泳いでるからそれぐらいでずっと保ってくるみたいなところがすぐその間に小鳥愛がこう泳いでる感じになるから、まあ、この糸の張り方ぐらいで太さを持ってくるみたいな感じで一回やってみましょう。様子見ながらちょっと難しいけどちょうどいい感じの張りすぎず緩めすぎずみたいなところで緩めるっていうのはちょっとだけこう流れにこう沿わしてあげるというか竿を。でもこの竿が柔らかいからちょっと張り気味でもいいかもしれない。ああちょっとあかん、楽しんじゃった楽しんじゃった。今鮎の当たりがあったから多分そこでじっとしといたら鮎がかかるとコココンってくるからってなったらちょっとあ、かかった。分かった。いや、あるね。そう、分かったよ。あ、カモですね。これを、これを。あ、まあ、おとりには使えるか。はい。はい。ガーッと、はい。やったね。はい、おめでとうございます。はい。さすがナビアツ先生やな。先生とまでは言わないでください。最初で行って僕がまたお客さんがもうちょっと数匹釣ったら自分で釣って、はい、あとは鳥が勝手に動いてる。ほらほら見えた見えたあ、これ群れがおるんですか。お、来た来たよ来たよ。おお、ファイト！イケメンおめでとう。すごいじゃん。ね、今どうやった？分かった。外れちゃった。いやいやいや。小ぶりだったんで、感触は少なかったですけど、かかるのは分かります。分かったね。群れはなんかいっぱいおるらしいよ。そうなんですか。うん。西部先生はどうですか？群れはいたんですけど、ここ行っちゃったんですよ。あ、本当。うん、はい、これ持って、今さっきみたいに。いいぞ、ね、そうそうそう、そんな感じで、さっきみたいにあんまり、そうそうそう、そのぐらいをちょっと保ったまま。これ釣れるとかっこいいけどね。あの目印が、下流の上に走るんで、あと、竿先がキュッと曲がって、かなり重く感じる。魚が引っ張るんで。サル君どう？ちょっとこう川床がちょっと暗くなってるけど、ああいうところにも鮎はたまりやすいから。お、来た来たよ。そうそうそう、来たよ来たよ。来ました。ちょっと飛び込んでみる。自分で背明かり屋で大丈夫や。ほら背明かり屋ないか。ほら、おー取れた。おー、やりました。やったね。すごいすごい。手がかりの、うん、持ってこうやって、はい、写真撮ってもらって。いいよ。はい、OK です。すごいすごい。やったね。分かった今。はい、分かりました。キラキラ、ね、キラキラキラってなったでしょう。はい、なりました。ね、釣れたら、これ循環の釣りだからと思ってるのは、はい、この元気なこの釣れた鮎にどんどん変えてくる。ああ、そうなんですか。うん、そうすると、はい、あの釣れる、この川におる鮎と一緒の色もしてるし、はい、もう同じ個体だから、はい、そのどんどん元気なうちに変えてやってるとどんどん釣れるもん。あ、釣れた。お、自分で抜いていい。ブラーンってやるだけ、ブラーンと。あー、すげー、そっちで跳ねた。すごいすごい。そんなに難しくはないでしょ。はい、難しくはないです、ね、はい。サル君、どう、あのこの大学生が友釣りを体験するっていうことについて。いや、いいですね。こう釣れてね、あなたが分かってもらえれば、うん、ね、また絶対やりたいと思う。そうやね。僕は最初そうだったから、あ、友釣りなんて絶対やらんと思ってたんだけど、うん、本当。そうそう、
最初体験してから、うん、それからハマっちゃって。あ、そうなんや。そうですね。もう30年ぐらい。狂ってますね、もう。それぐらい面白いから、ぜひやってほしいですね。うん、今、向こう側に今入ってるところ撮っておいたんですよ。うん、で、またさっき来たところに撮っておいたんですよ。で、移動してもいいし、また見たいなポイントを集めてもいいですよ。どう？なんとか1匹引っ掛けて、大鳥は変えたんで、うん、これからですね。これから。もうちょっと日が差すと多分ハンデくるんですけど、どうせまだちょっと棒になっとるんで。ナビアス先生はどうですか、あれから4つ、さすがや。 A サイズ、 E サイズかかった。今続いてるやつは A サイズ。本当、あの移動してもいいですよ。あ、本当ですか。ええ、はいはい、群れがおる浅いところに、うん、どう清水先生は1匹釣れた。去年は超えれましたね。はい、あの子先生どうですか。爆鳥です。爆鳥4匹。お、釣れた時分かった。どんな感じだった。釣れるっていうか、うん、ブルブルってくる感じ。最初、一番最初は小さかったけど、うん、その後、よくないと18センチぐらいあるかな。18センチある、うん、あ、ほんと。どうですか。あ、なかなか今ちょっとここの場所を入っていいよって言われたんで、うん、ちょっと入らせてもらいました。ちょっと群れに当たらないと。そうやね、内山先生、はい、尺鮎狙うより難しいですか。あ、難しいですね。尺鮎は勝手にドンってかかってくれるんです。この先生すごいよ。尺鮎って言って30センチ超える鮎、うん、めちゃくちゃでかいやつ、あれをね1日でね3匹釣ったの。いるかな、いたらいいね。内山先生どうですか。あ、本当、はい、ええ感じのテンションのかけ方もええ感じで。釣れた？出ない。出ない？坪川の先生やで。そんなこと言わないでください。すごいプレッシャーなんで。織江先生どうですか。釣れてますよ。釣れてます。お、何匹釣れたの。6匹7匹。あ、すごいじゃん。どんな感じやった、釣れた時。あ、すごく感動しました。感動した。この浅いところでかかるやつは割と小さくて、うん、あっちの深いところのやつは割と大きい。大きいね、うん、あ、まあまあいいサイズ ね、いいサイズです。綺麗だし、うん、これはね飛んできたんですよ、ね、え、いいよ、顔立てて、顔立てて、糸張って、もっと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 だよ、もっとだよ、もっと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 竿を上げる、そう、そうそう、こう送り出しちゃう。で、水に馴染んだらちょっと水に凝縮みたいな、そう、で、そこから張る。で、目印はあんまりこう張ってない話して。かかったよ。かかったよ。かかったらゆっくり竿を上げる。ゆっくりね、ゆっくりね、ゆっくり、まだだよ、まだだよ、いいよ。そっから手を上げて、はーい、おい、オッケー、下げる、はい。ちょっと小ぶりかな、ちょっと小ぶりやつね、これは。あ、でも、ひらひらとしてでかいかなと思ったんだけどね。ね、思ったけど、うん、うん、今、当たり分かった。本当？でもどうですか、こういう学生さんに友釣りの体験をさせるっていう。もし、割と小さい子はよく教えてたから、はい、慣れてたんだけど、はい、言葉がちゃんと理解できる年頃の、うん、上げて、いいよ、もっともっと板張る、もっと板張る、そう、と割とこう的確に教えても分かってやってくれるんで、はい、ちびっこじゃないんで、やりがいはあります。あ、そうですか、うん、釣らせがいはあります。竿頭ですよ今この辺。竿頭、本当、はい、なんか一番釣れたポイントらしいんで、まあ、いや、魚がいるから、先生の腕だと思います。そうですか、もう恐れ入ります。隅先生どうですか。いませんよ。
釣れない。1匹じゃ釣れない。1匹早かったよ最初は。本当早かったけど、この次がこの友釣り体験にはもう持ってこいの竿やないですか。リバーストーンで。リバーストーンね、これが一番いいね。やっぱりね、軽いでね。軽いし、トリット穂先で弱らんし、うん、使いやすい、まあ、感度もそこそこあるし。あるね、うん、どう、ここまでやった感想は、感想はなんていうか、でもかかった時分かった。かかった時はめっちゃ満足です。その後に濁いも釣ったよ。濁い？かけた。あ、ほんと外れたけど。超えたのは早かったけど、今めっちゃかかってます。あきら先生はどうだ。なんとか1匹で。1匹釣れた。はい。大きい方は。あ、いやちょっと僕は小さいかなと。小さかった。だけど、上でさっき釣ってた人の釣ってたやつを見ると、うん、まあ、ちょっと肌小さかったかなとは思うんですけど、うん、ただ今の最初のそのかかった1匹は結構いいかかり方というか、前当たりあってからバーンってかかって背がかりだったんで、そのまま出したらかかるかなと思ったけど、なかなかうまいことになってました。何がおるんですか。あ、肩でかいやん。やったやん。いや、俺が持つの。でも、やってくれました。はい、OK、写真。はい、こっち見て、はい、笑って。イエーイ、やったね。肩いいじゃん。まあまあや。はい。OK、はい、盛り上がってきた。盛り上がってきた。今ね、その今目印の下の岩盤でキラッとしたのが見えたから、はい、そこに連れて。先生絶好調ですね。ねえ、東山どう。一匹釣れたよ。一匹釣れた。もしあれやったらそこ変わろうか。あ、本当。うん、今織江さん変わるで。あ、そこで伸びてない。うん、二人入れる。いける。うん、二人いける。あそこ溜まっとるで。うん、溜まっとる、うん、下と上と二人入る。差を出せる。見ていて勉強になります。勉強になります。非常に勉強になります。来てよかったです。取れました。家族分はキープした。あ、さすがやね。じゃああとプラスアルファで。プラスアルファ頑張ります。この姿勢もなんかいいね。そうやね、旗ができとるね。初心者あ、でもこの微妙なラインの傾きもいいやろね。え、それはやっぱり先生がいいからじゃないですか。体感的な問題やから、やっぱ自然と体がそうなれるってことは向いてるってことじゃないか。あ、なるほどね。あとはやって釣れる状況さえこう実感してもらったらドハマにしてもらえるパターンかな。そうやね。尺阿弥先生どうですか。なんとか1匹1匹釣れた。あ、やったやん、ね、やっと天然アユが見せられました。あ、ほんと。でも4人家族らしいんで、あと3匹。そう、あと3匹なんとかね。そうね。またやりたいって。大さん、ほんと、いいね。ぜひやってよ。学校が今年で卒業なんだけど、卒業してもやりたいって。ぜひやってくださいよ。女性の釣り師って増えてきてるからね。かっこいいよ。ああ。まいちゃん先生はどうですか。あれかな。3匹釣れました。ん？3匹？釣れた？はい、いや、たねえ。なんとか無理やり見つけたんで、そこからですね。かわいい。かわいい。かかっとるよ。かかっとるよ。あ、バレた。
丈夫です。釣れました？2匹釣れた？あ、やったやん。上に入ったら。よかったね。めちゃくちゃ元気。めちゃくちゃ元気？え、それかかったやつ？これかかったやつ、1回目のかかる。めっちゃでかいよ、それ。ですよね。20センチぐらいはない、それ。これすごいですよね。あるあるある。びっくりです。こんなでかいのもおるんや。ですよね。すごい当たりやなかった、ね、すごいびっくりですね。鳥からこの天然に変わってもらった時の戻ってくるのが分かってもらえたもんですよ。なるほど。すごい動いて泳いで、うん、元の場所に戻るんですね。そうやね、うん、あれからどうですか。今6つ6つ、さすがやね。目がうまいこと追ってくれるんで、なんとか。肩はいい？まあまあ、ここぐらいの。あ、ほんと。食べていいですか。ああ、よかったよかった。和田先生、どうですか。3匹釣りましたよ。3匹釣った、うん、あ、やったね。もう僕、何にもしてないですけど、うん、テレビさんも一人で、あ、一人でやった。竿持って。ほんと、うん、何にもしてない。ただ、ここ、このあの辺って言って、竿こんな感じで、うん、この辺でこのままキープ、うん、ずっとやっとると、うん、目尻がふわふわふわってなってくる。ちゃんと自分で取り込んで、あ、ほんと、キャッチしたけど。いや、あるやん。ゆうちゃん、すごくセンスがいい。センスがいい。センスがいい。ほんと、うん、この辺で差をキープできるって言っとると、うん、ちゃんとキープしとる、上手に。うん、普通ならこう 寝てたりとか、うん、起きすぎたりとかするけど、うん、ちゃんと綺麗にこう場所をキープしてるんで、目印にとって。すごく上手だと思う。センスがあると思う。なるほど。いっぱい褒めると本当に飛んでちゃうんです。でも綺麗に3つともね、背がかりなのよ。本当。じゃあ当たり強かったでしょう。でもね、1匹はね、目印がスーッと走ったんで、うん、分かったんで。どうやった感触？分かった、かかった時。かかった時分かった。ビューンっていった。はい、なんとか、なんとか重い感触が手に伝わってきたっていうことで、うん、なるほど。なんとなくこの魚が釣れた感触っていうのは分かってもらえたと思います、うん、なるほど。家族分は釣れたかな。家族分はそうだね。どうやって向こうに送るのか、あの、あ、今そうか、考えてます。向こう、どこ。あの、インドネシアです。インドネシア留学生ってことね。はい、あ、インドネシアではそうやね、あゆ釣りなんてないもんね。そうですね、うん、ないので、ここしかやれないんです。ああ、なるほど。日本のこういう文化どう思います。まあ、一つずつ触れ合いたいなと思ってます。あゆ釣りからかな、うん、あの地域の有名なところから、うん、はい、なるほど。結構あのこの岐阜県っていうのはアユ釣りのね、すごく、あの、有名な川がね、たくさんあってね、はい、夏の風物詩な感じ、うん、うん。お土産組はどうですか。やった。釣れた。6かな。6。アマゴが1匹。アマゴが1匹。7匹。お土産は釣れました。お土産は1匹は確保しました。また釣れない。あ、ここを、ここにあのチューブがあって、ここが鼻にこう折れ曲がって通って、こっち側をこう持ってこう通します。で、こうやってひねるよりはまっすぐプツッといくようなイメージで、プツッといったら返すよ。お土産組どうですか。どうでした。お土産組は厳しかった。これ7つかな。7つぐらい、これ多分5か6ぐらい。あ、いいやん、いいじゃん。そんなもんですね。そんなもん。みんな見た。肩は良かった。肩はいいやつもおれば、バラつきはありましたね。本当、あの、火が照って空を食べ出せばもうちょっといいと思う。腹のあるやつはいたんで、
これからかなって感じですね。そうですね、割かし結構超えてます。そうですね、ちょっと上手やないですか。めっちゃ上手やよ。めちゃめちゃ大きい声で、センスがすごくセンス、あそこで、タクヤ、お、なんかちょっと色の変なやつがおるぞ。色のアマゴがおるぞ。あ、肩全然いいやん。これ何？僕釣ったやつちっちゃかったっしょ。上はこんな場所によってはこんなんなんで、あんまり、まあそうやね。そうですね。形はいいですけど。はい、お疲れ様でした。どうですか、楽しめましたか。長川さんでした。長川さん、トーナメンターの数え方。です。お疲れ様でした。釣れたね、さっき、ね、はい、お疲れ様でした。あ、お疲れ様です。2匹釣れました。2匹釣れました。やったね。先生どうやった、釣れた。やったやん、やったじゃん。どうやった、楽しかった。楽しかった。楽しかった。やったね。アキラどうやった。なんとかあの後4つぐらい釣れたっぽい。やるやん、やるやん。よかった。とりあえず入れがかりが、ここ入れが終わりがけに 3本入れがかりやったんで、たまに取れた。よかった。13おった。13、うん、はい、はい、やりましたね。最高釣果何匹でしたか。13匹。込みで、込み13匹。はい、いいやつもいますね。いいやつも。なかなかどうして、なかなかどうしていいのもいます。あ、だいぶあるじゃないですか。お土産がだいぶできましたね。あと1と、はい、でっかいクーラーやね。あの気持ちは非常に分かってる。はい、まだあるよ。まだ、まだ。もうあといいかな。全部いこう。もうあといいですね。以上。どうも。ありがとうございます。これは皆さん留学生の方。あ、インドネシア、ミャンマー、3人ミャンマー。ああ、素晴らしいですね。日本の文化楽しめましたか。これからもいっぱい楽しみしてほしい。これからも。まずは地域の文化からです。卒業してあともやりたい。またやりたい。ぜひやってください。はい、また日本にもね、はい、うん、社会人になっても日本にまた来てください。はい。はい。はい。今日はお疲れ様でした。はい。ハードルが高くてやることができなかったんですけど、今日は講師の方々に、丁寧に教えていただいて、とても楽しく釣りをすることができました。ありがとうございました。今日の体験を生かして、これからもこの長川漁業組合の管内で釣りに来てくださることを期待しまして、このような大会をしましたので、講師の先生方も含めまして、長川漁業組合今大変経営的に苦しいので、こんなこと言うの立場ではございませんけれども、協力して愛を釣りに来ていただきたいと思います。簡単ではございますが、正解の言葉に返させています。今日は本当にありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日は、大学生の釣り体験ということで、大盛況で終わりました。はい、大君どうですか。同じ学生さんということでね。初めはね、川の状況もあって、まあ、寒いしっていうので、水温も低いしっていうのであんまりかからなかったんですけど、場所変えて、まあ、群れ鮎見つけたら、まあ、すぐコロコロコロってかかってくれたんで、まあ、なんとか楽しんだって言ってくれたんで、よかったです。
出してくるんで。そうですね、あの僕てっきりこれ大学のカリキュラムかと思ったら、うん、なんかあの募集をかけて来たやつってことで、こんだけそもそもあの IC をやってみたいっていう人がいるんだなっていうのにまず知っていて、で生徒さんの方も結構真剣にやってくれたし、結構長官の方も上がって楽しんでくれたみたいだったんで、そこは良かったかなと思います。しますけど、はい、まあ去年と同様に今回参加させていただいてですね、やっぱりまあ僕らとしては僕の運営から言うとやっぱりもう次世代に、気づいていただけなきゃいけない状況にもなると思います。だからまあこういう環境を提供していただけるですねご協賛があることがすごく嬉しくて、でそこに参加してくれる若い人が、あとはまあ西部君や矢部さんが言うようにやっぱり面白かったって言ってもらえる一日を過ごしてもらえるってことも、ね、すごく良かったかなと思います。僕の生徒さんはちょっと、通過させてあげるのには少なかったんですけど、見てる状況から言うとすごく上手くなるなって感じの選手があったんで、まあそういう子がですねどんどんいろんな可愛いイメージを楽しみに変えていただくというふうに思います。他の漁協さんもこういうね解禁前にやる初心者講師とかそういうことをねぜひやってもらいたいですよね。そうですね、はい、はい、でまたこの壺川岐阜県では、知名度が低いだけど鮎はたくさんいるんですよ。あの長良川水系で、あ、穴場というか足場がいいのはあの旧、うん、と役場前中学校の、はいはい、あそこら辺は足場もいいですし、まあ、森もあってで手に多くなっているのでシーズン長いこと楽しめると思います。し、まあ、何よりそこは全体通してですけど、フラットで川層は優しいんでちょっとまあ、流れ怖いかなっていう人とかも入ってもらいやすいですし、で、まあ、さっきの話じゃないですけど天然草場が長良川にしっかりあるときはそこ側もしっかり鮎がいるので、まあ、でさっきの漁協さんの話ですけど子さんも入っとるんですよ ね。で長良川筋で子さんが入ってる川ってなかなかないの で、 そうです、ね、うん、でっていうことを考えたら、まあ、そうかもおそらく望めると思いますので、まあ、穴場河川と言わずにどんどんメジャー河川になってぐらいになってもらうぐらいに自信持っていいまあでもそれぐらい、まあ、今それぐらいになってくれたらいいなっていう。なるほど、年券が8000円、年券が2500円、月額定価無料、物価高騰の時代にあって年券が8000円、安いと他の漁協の半額ぐらいなんで、いろんな部分で穴がってまあ、買っといてだから、まあ、そうでもないかなって。今道の駅の辺で買い取りもやってるんです。そうそう、買い取りもあるんです。へえ、で締めてみた方がいいじゃないですか。ぜひ壺川、まあ、そこはもう糸井さんに任せるんじゃなくて壺川出身の西部君と若手の矢口さんに締めていただけたらと思うんで、はい、じゃあ2人で締めていただけますか。せーの、ズボル。さすが。しまった。ちょっとおる。よし。よし、このキャラが。よかった。取ってくれてます。面白い。本当にマイスターに入りたいっていう人が殺到する。瞬殺で終わってるからめっちゃ早かった。早送りしたいと思う。すごいバーンって